グーテンモルゲン。第16回深夜散歩ラジオ。ってことでね。久しぶりだね。まあ約1ヶ月ぶりかな。前回何話したかも覚えてない。そもそもこんなラジオやってたっけって感じよ。それはもう記憶喪失の域だよ。我々が急遽15回からマイクラの撮影をしだしたということでね。ラジオが完全に不定期になってしまったんですけども。久しぶりに新潟の街を歩いてる。新潟弁は英語だからな。まさに米国、ということでね。言わないでおこうと思ったのに。米の件だから米国、米国。わかったから。さてさてさて、どうよ、ストさんと割とマジで初対面だったでしょ。動画で一方的に知ってはいたけどね。ま、だいぶ自由な人でしょ。そうだね、ずっと一人で作業してるイメージ。俺が騒いでるのを遠くで見てる感じ。横目でね。いや見てすらいないまである。さて今回は、そのマイクラ関係のお話。最近いろいろ写真を整理してたらちょっとだけね、例の生活サバの写真が出てきたので、久しぶりのラジオだし、話さないのももったいないんでね。たまには台に出てくるあそこね。そう、俺がもてはやされてたサーバー。ここでは名前は非公開にしておく。プッチョの人がいたとこね。プッチョ以外にもいろいろ面白い人とか、珍事件も多かったな。それを思い出しながらつらつらと書いていこうと思う。ストさん過去編の前日談プラス後日談ってとこかな。DLC だ。さて、マイクラを知ったのがとある実況動画からで、それからずっとマイクラ PE で遊んでたクマメイプルくんですけど、操作性の悪さとか、その他いろいろ不満があり、ずっと PC 版したいしたい言いながらスマホ版をプレイしてたんだ。これがそのマイクラ PE 時代の建築。結構ちゃんとやってるね。動物が自然スポーンしないからさ、最初にいる動物を倒しちゃうとその後一生ビーガン生活になる初見殺し仕様だった。PC 版と結構仕様が違うというか、ベータ版感あるよね。ネザーなし、洞窟なし、エンドなし、村も当然なし、というか構造物全部なしって感じ。土と石ときしかない。ま、本当にベータだねベータ。統合版という概念もない頃だからね。それでいろんなことから兄貴から PC をもらい受けた俺は、ついにジャバ版をプレイすることが叶ったわけだけど、あれほどやりたかったのに、家を建てて生活が安定してくるとどうも飽きてくる。そこで、俺は、そうだ生活サーバーに行こう、って決断したんだが、いろんなサバを渡り歩くも、どうにも水が合わないっていうかね。身内でワイワイやってたりだとか、開拓済みだったりとか。グループが出来上がっちゃってると入りづらいね。どうしようなぁ、せっかくやっとできたのになぁ、と。その時なぜか急に、ニコニコ生放送まで行って、これまたそこでなぜか、マルチサーバーを運営してる配信までたどり着いたのよ。今までニコ生なんて一度も見たことなかったんだけどな。なんでかあの時は、そうだニコ生に行ってみようって。運命が回り出した。ま、当時は結構いたのよ、生主兼サーバー主みたいな人が。多かったよね。そこの開拓があんまされてなさそうな、かつリスナーが少なさそうなとこを見っけてね。そこがあのサバだったわけだ。ほどよく人少ないとこがいいよね。スタートがしやすいよね。そんでサバに入るやいなやよ。あのクマって人が嵐です。で初ログインと同時に、濡れ衣を着せられることになった。どうも俺がログインする前に暴れ回ってる嵐がいたみたいでね。初参加ですみたいなメッセージ流れないサバだったんだ。プラグインも何も入ってないサバだったからね。まあなんとも最悪なスタートだったけど、無事疑いも晴れ、人数は小規模で、始まってからまだ2ヶ月目くらいのサバだった。そしてこれが生活を始めて家を建てた時の写真。周りに他の住民のいろんな家があって、余った空きスペースを使ってこじんまりとしたのを建ててみた。ってこれも今見たら L 字だな。この頃から L 字だったのね。木材ふんだんに使ってるな。サーバーの中心地に家を建てれて満足だったよ。一等地だ。すぐ横に倉庫、後ろにエンチャ部屋とポーション部屋、この辺は住みやすくて今でも覚えてるな。共有施設ね。そうそう。さっきも言ったようにこのサバはプラグインってのが入ってないのよ。わかんない人向けに言うと、要はモッドみたいなもんなんだけど。やっぱ絶対に必要って言われてるのが、嵐対策系プラグインだね。おのおのチェストにロックつけられたりとか、家の保護とかそういうの。誰でも入れるサーバーだからね、対策は必須だね。しかしそういうのが一個も入ってないサーバーだったから、俺はどう自分のアイテムを守ろうかと考えた末に、家の地下に倉庫部屋作って、床全面に感圧板置いて、侵入者が入ったら音でわかるようにした。いいね手作り防犯対策。かなり原始的だけどな、そしてずっと家にいないといけないのが問題だったな。そういう嵐対策プラグインない時代だったの？あったと思うよ、たださば主が始めたばかりだから知らなかっただけで。それはしゃあないね。実際にこの数日後嵐が来て街を燃やされたからな。俺のは全武器だったからそりゃもうよく燃えたんだろうな。燃やしてくれと言わんばかりの家だからな。結局その数ヶ月後だったか、別のサバ主さんのご教授を経て嵐対策が万全になった。その別のサバ主さんってのが推薦イベントを誘いに来た人だね。それでつながりができたのか。ま、そんなこんなで少ない住民の中で生活を始めてね。PE で培った建築の腕を自慢したい俺は、とにかくもうめちゃくちゃいろんな建築物を作りまくってたな。家褒められるとやる気出るね。そこがシングルの時とは違うとこよね。自分の作品を見てもらえるってのはすごいモチベよ。わかる。これが街にあった共有施設ね。よく使った畑。
恐竜拠点。初期リストみんなが住む町はかなり遠いとこだったから、ここで一旦寝ましょうって施設だね。後にみんなでエンドラとイザー倒した時はここに、卵とビーコンが立派に飾られてた。いいね、マルチっぽい。こういうのいいよね。これが全体図。あの灰色が聖地ブームの頃の？そうだね。もともと山岳バイオームだったんだけどな。左下の綺麗な草地があるだろ。あそこまで真っ平よ。効率ごと採掘上昇の聖地は楽しいからな。ここが初期リスね。で、こっちが町の中心。見ての通りだいぶ遠いんよ。町に行くためには石レンガの長い橋をずっと渡ってかなきゃいけない。どのくらいかっていうと食用ゲージ尽きるくらいかな。ポータルとかもないのか。なかったねー。いろんなとこにポータル作られると変になるからサバ主の許可をもらわないといけないルールだった。まあ不便っちゃ不便だけど、案外これが嵐対策にもなってさ、ほとんどの嵐が町に来れなかったっていうね。たどり着きし者のみって感じね。しかし新規さんもたどり着けないってことでね。みんなして素材集めてレール敷いて、ただの石レンガ橋を綺麗な橋にした。ここには映ってないけどいろんなの売ったな。初期面ね。俺の横にいるのがマルホさんって人でさ。何の仕事してるかわからないけど、年収1000万あった。すごい。謎に俺に崇拝してくれてだな。早朝8時に俺がインすると、マップでクマさんが来てるのが見えたので挨拶しにログインしました。ではクマさん僕は仕事行ってきますね。って起きてくの。大ファンじゃん。で18時頃に、クマさんただいまです。後でちゃんとログインしますね。って来るの。すごいね。その人結婚してサバからは離れてしまったけどな。でも最後まで結婚も報告して、今までありがとうございましたって挨拶しに来て、なんかもうすごい律儀な人だった。でダジャレ嫌いなピンク髪の人な。朝倉さんって名前だったかな。誰もが苦手っていうか、怖い印象があるっていうかな。近寄りにくい感じか。サバ主としか仲良く話してなかったな。他の奴は俺の拠点の敷地に足を踏み入れたらエンチャ弓で撃ち殺すからなって宣言してたわ。殺意高い。この写真には写ってないんだけど、ニコ生ってことでね、別の生主が割と遊びに来ることがあったんだよ。もういろんな生主がいて、今日は何しますっておのおので配信してる感じだな。それでうちのサバ主とどういうつながりだったのか。結構際どいコスプレ配信をしてる女性生主がサバに来たわけよ。そしてその人の囲いが5人くらい一緒に来てな。サーバーに入ってきたの？そう。以降その人を姫と呼ぶね。ま、そんなこんなでその頃が一番人が多かった頃だと思う。20〜30人くらい住民がいて、ランキングもどんどん上に行ってた時代だな。そして1年ぐらい時が経ちまして、その姫が聖地勢となった。めちゃめちゃ居ついてるじゃん。あの灰色の地を半分以上作ったのが姫よ。で、これは建築勢と聖地勢の違いなのかはわからないけど、俺は家建てて褒めてもらうのが生きがい。姫は、聖地で掘ったブロックの統計数を人に自慢するようになりだしてだな。他の聖地勢の人にマウントを取るようになった。私なんて掘った数丸々万ブロックだけど、わら、って感じに。いるねそういう人。そんでな、やっぱマルチサバってのは、仲良くもなることもあればその逆もあり。ある時姫が、サバ主に直談判をしてきたんだよ。報酬が欲しい、と。こんなに頑張って整地して、私はこんだけいっぱいピッケルを壊してきたのにってね。チャットじゃなくて、生放送の方でそれを言ってきてな。いやいやって言うと、だんだん姫のコメントが怖くなってきてな。ヒートアップしてきたのか。他に放送見てる住民たちもそれに怯え出してさ、ただのマイクラ生放送がすごく居心地が悪い雰囲気になったのを今でも覚えてる。リスナー一人の米でそこまでなるのは逆にすごいよな。才能だね。報酬上げる上げないの姫とサバ主の争いが何日間か続いた。囲いも、怖えよ、って言ってたわ。囲いも引いてんじゃん。姫が来てない日の放送はすごく穏やかで、みんな口には出さないけど、来てなくてほっとしてたと思う。それでその日は、効率部位の文化を持ってきたあの人がな、たまたま放送に来てたんだ。大岡さんって人なんだけど、聖地文化をもたらした後しばらくしてから PVP サバの方に遊びに行くようになってな。あんまこっちには来なくなってた。ただその日は別で、久しぶり、サバ結構開拓されてるねーって感じで挨拶しに来ててさ。しかしそこに姫がやってきまして、案の定また報酬の話だ、あんなに頑張ってるのにと。いつものピリつく雰囲気、無言で作業に戻るサバ住民たち。しかし何も知らない大岡さんは、なんで頼まれてやってるわけじゃないのに報酬求めてんの？とズバッと一言。そしたらサバ主も、そうなんだよそうってめっちゃうなずいてた。正論だね。今になって思うとみんな姫が怖すぎて誰もサバ主の味方できてなかったからな。ま、その一言が決め手になってこの話は決着よ。聖地に革命をもたらした人が聖地の争いを収めてくれた、というお話でした。言うのう。そんな揉めた配信者新規さんも来ねえからなマジで。ここはやめとこってなるな。姫はその後どうなったの？それ以来来なくなったね。居づらくなっちゃったか。間違いに気づいたのかは知らんけども。まあ俺も姫と仲良かったから普通にショックだった。姫騒動の時はストさんもあれ感せずって感じだったかな。ああ、すでにいる時だったのか。あとは珍事件で言うと、あれは確かお正月だったか。みんなでワイワイしてる時に、
サバ主が町の中心地の空き地に雪を降らしてくれたのよ。そこはただの平原だったからさ、雪が降らない場所なんよね。サバ主の粋な計らいで、プラグインの力を使って雪を降らしてくれてとても楽しかった覚えがある。まあ本物じゃなくて雪玉だったんだけどな。それでもみんなはキャッキャしてたな。空から雪玉落ちてくるの？そうそうそう。もはや災害クラスの豪雪じゃん。ちらほらと降ってたからまあまあ綺麗だったよ。それで誰だったかがな、ちょっと量少ないねって。じゃあもうちょっと増やすよということでサバ主が降らす数値をいじったんだけど、一桁か二桁多くなっちまったみたいでな。降り注ぐ超大量の雪玉によって全員の PC はフリーズ。本当に災害になっちゃった。もちろんサバ主も落とされて、雪を止めるにはどうにもログインをしないとダメで、しかし今でもすごい音を立てて街の中心地では超豪雪。ログインしたくても入った瞬間フリーズするから、誰も戻れなくなってた。もうサーバー終わりの危機よ。意思を持った AI が人間に逆襲するみたいな。しかしただ一人、僕まだワールドに入れてますよって住民がコメをした。影の薄い常連、名前は忘れた。でも、超遠くの孤島を一人で開拓し続けてる人。中心地にいなかったから無事だったのか。そう。その人だけが生き残ってて、サバ主が、コンソール画面からなんとかさんにオペレーター権限渡すから、このコマンドを打ってくれーっつって。無事雪は止まりその事件は解決したというお話。最悪の年明けだな。あとはそうだなぁ。あ、どうこれ、1ヶ月かけて頑張って建てたお城。砂岩と青い羽毛だな。これすごいね、熊さんの集大成。これ以上羽毛作れたことがない、最初で最後のお城。カーブしてるのがすごい。ここはその後どうなったかっていうと、釣り大会の会場になった。有効活用だ。俺が企画したイベントだな。商品はエメラルドブロック。サバ主がなんかイベントを考えるんじゃなくて、住民がサバを盛り上げるって感じだったね。住民が企画するイベントもマルチサーバーの醍醐味よね。そうそう。夏祭りとかいいね。夏祭りの時はお化け屋敷作ろうぜ、って提案をしまして。提案だけして、遊んでた。ほとんどストさんに作らせてたな。そういうのが続いて今の関係があるんだろうな。俺怖いテクスチャ思いついたから作るよ、って名乗り出て。実際にテクスチャ作るサイト見てみたら、どういじんの？ってなって、逃げました。挑戦はしろよ。これは初期リス付近に建てた二つ目の家。やっぱ新規さんがどういう動きするかを見る役割をしてたからね。すぐ出られるようにと。なんで床にチェスト埋め込んでるの？どこにいても手が届いてとても楽なんよこれが。完全にお部屋に住んでる人の発想じゃん。いやいやマイクラだけだよこんな汚いの。違うよ。当時のストさん倉庫。いいねアカシア建築。中も今と同じくらい綺麗だな。几帳面だよな。俺ここまでできんわ。家作るのに力使って、あとは中はだるいよーんってね。あんま内装やってるイメージないもんね。なぜか風車立てまくってた時期、建築ができないマルフォさんにあげたら喜んでたな。外装は上手なのにな。その3年後くらいに森田。ここで森田ね。家は葉っぱとツタがすごくてな。よっしゃジャングルバイオーム発見したぞって思ったら森田の家だったみたいな。そんなもさもさしてねえよ。バムトの家の玄関には俺がいたずらでいろんな企業の電話番号を看板で貼りまくってたな。なんか見たわそれ。借金取り来たみたいだねって。バムトくんが自分で貼ってるかと思った。最後に一個、恥ずかしい話を入れとくと。ネットマナーなってないやつとかも来るわけでな。誰でも喧嘩しちゃうようなね。そんな迷惑な中学生の子がいたんだけども。で、俺はその時モデレーター時代。注意する立場だ。その日も俺の友達にそのキッズが喧嘩をふっかけてたんだ。注意できた？注意して、喧嘩になった。おい。イラッときて追番しちゃって。職権乱用じゃないか。それで後からね、こういう理由であの人番しちゃったんだけど、テストさんに伝えてね。で、コンソールからその時のチャットログのデータを引っ張り出されて、ストさんに俺と中学生の喧嘩のログをじっくり見られてだな。これはクマさんも悪い。って言われてね、耳まで真っ赤になっちゃった。やんわり注意されるの恥ずかしいね。喧嘩見られたのも、俺にも非があるのも、中学生とガチでバトったのも、すべてが恥ずかしい。今でもうなされる。また黒歴史が生まれてしまった。まあさすがにだいぶ昔だからストさんも忘れてるだろうけど。ま、思い出せるのはこのくらいかな。小規模だったけどいろいろなことが起きて、学びが多いサーバーだったよ。なんだかんだマルチサーバー楽しいよね。そうねー。本当は実物見れたらもっと思い出が蘇るんだけどな。だいぶ前にそのサーバーは閉じちゃってるんでね。今ではこうして少ない情報しかないのだ。僕もね、マルチで初めての家の写真見つけてきたんよ。クマさんとことは違うサーバーね。俺のアシュじゃん。見た目はほぼ一緒だけど属性だけ違うみたいな。多分マイクラレベル的には同じくらいだろうな。絶対地下にカチカチなる倉庫あるじゃん。地下倉庫とから旋回段とか作るよね。この辺がちょっと慣れてきた頃に作ったやつだね。どんどん屋根入りになってないか？尖ってるものかっこいいみたいな。これ、普通なら燃えるけどそれもまあプラグインの力でね。炎が燃え移らなかったり畑が踏まれても潰れなかったりね。自動で植えてくれるのもいいよね。この2年後くらいにクマさんのサバ行ったんだっけな。そっちのサバではなんか珍事件なかったの？うん。キッズがめちゃめちゃ嫌いな人いてさ。ああ。
多分立ち位置は熊さんとこのダジャレ嫌いな人みたいな感じで。アーサークーラーね。キッズたちのチャットが騒がしくなったら何も言わずログアウトするみたいな感じ。で、ある日なんか虫の居所が悪かったのかついにブチ切れたんだけど、キッズ側は何が悪いのかわからずキョトンとしてるんだよ。悪意はないからな。最終的にガキがマルチやるなみたいなこと言ってログアウトしたんだけど、その後キッズが、大人が平日の昼からゲームするなよってつぶやいててさ、森田はそれに感動しちゃってね。それ以来昼はキッズの時間って心に刻んでゲームしてる。鋭いけど全体攻撃すぎるな、ちょっとな。どんだけイラついても、いや、こんな時間にゲームしてるこっちが悪いんだってなる。あと一番の事件はそうだな、サーバーの終わり方がサバ主の失踪だったことだね。あらま。ある日急にログインできなくなっちゃってさ、ウィキとかも消えてて、ディスコードだけ残ってたのかな。ウィキも消えんのか。みんな微共感だったよ。全員難民じゃん。計画的、というか終盤はずっと過疎だったから閉めるタイミング考えてたんじゃないかな。サーバー維持するのも大変だからな。お金も時間もかかるからね。有料で借りるかずっと自分の PC をチケットにするしかないからね。楽しんだ分は支援してやらんといかんな。クマメイプルは世のサバ主を応援してます。そのうちやってみたいなってのがさ、マイクラサーバーランキングで一番下のとこに入って、そのサバを1位になるまで生活するってのをいつかはやってみたいなって。そのうち企画で上がるかもね。今は統合版も入れるマルチサーバー多いからみんなも一度遊んでみてほしいね。そう、俺のとこは特殊だったかもしれないけど、基本みんなでワイワイやるのが生活サバのいいところだからね。シングルプレイで家作って飽きる人とかは生活サバ行ってみると100倍楽しめるんじゃないかなって。同じワールドに人がいるってだけでなんか楽しいからね。さて、そろっと帰りますかね。米返しは？すまん、もう体力がないよ。そっか。やっぱこうやって考えながらチャットするってのは結構体力使うね。じゃあまた空の上で。グッバイ。